皆さんこんにちは、スワイプ桜彩音です。皆さんこんにちは、スワイプ内田真彩です。はい、ガンガン自衛の最新情報をお届けする番組、桜と内田のガンガン自衛チャンネル、今回もスタートです。イエーイ。3月、前回の私たちのコンビは昨年の12月が配信だったわけですよ。そうだね。だから、明けましておめでとう。明けましておめでとう。あ、そうだね。そうだよ。気づかないうちにそんな経ってたんですね。そう。なんかよく見てたから、よく見てたの？よくいろんなとこで正義って書かれてたんですよ。正義、正義みたいな。桜彩音とは正義である。やっぱみんな正義って読むんだね。そうですよ。そう、前ちゃんが正義って言うなら正義かも。正義なんだって。私が間違ってました。すごいよな。あれ、いろんな人に見せられましたから。私もいろんな人に見せられました。本人にもその場で今から買ってくるからって言われたりとか。結構いろんな仕打ちを受けました。衝撃的だったよね。そうか。そう言うてね、乗ってたじゃない、ピンクのドレスを着て、まだ乗ってた。髪が長かりし頃のですよ。ありましたね。乗っていましたよ。可愛かった。いろいろ変わったりとかもしてね。変化もあったりとかして。変化もあったね。はい。でも私今日のね、マレタさんの服装がすごい好きなの。本当？なんかいいよね。レモン、レモンだね。レモンだね、これね。レモンだよ。たくさんのレモンたちと。フレッシュレモンになりたいの。なりたいの的な感じです。そう、感じがとてもいいです。そうなんですよ。とても好きな感じです。はい。さあ、3月。3月か。卒業シーズンだし、ホワイトデーだし。ひな祭り。あ、ひな祭り。人形も飾ったよ、私家に。え、人形？人形をちっちゃい、なんかね、ひな祭り人形みたいなのが売ってて、それを毎年出すんだけど、もう飾って。いいね。しまい忘れると婚期が遅れる的な。え、あれ婚期なの？婚期が遅れるって親には言えたことないけど、なんかそう、ちゃんと女の子はしまわなきゃダメなのよって。でもさ、それさ、ちっちゃい時にさ、親がしまい忘れてたら私たち不可抗力じゃない？そうだよ。父親は嫁に行かせたくないから、母にこう、お前しまうなよ、しまうな、マイヤの根気が、やめろ、やめるんだ、余計なことをするんじゃない。お父さん可愛いじゃんそれ。そうだね、確かにね。ちょっと可愛い、それ可愛いね。まあ、いろんなシーズンですよ。そうですね。春っていいな。いいよ。もう半袖もさ、ちょっと馴染んできたから。そう、馴染んできたよね。私たちのシーズンがやっと来るんじゃない。シーズン来たよ。はい、じゃあそろそろオープニングページをめくりましょう。せーの、スワイプスワイプ。うちだろ、ガンガン GA チャンネル。さくらとうちだのガンガン GA チャンネル。この番組はガンガン GA とガンガンオンライン、ヤングガンガン、 GA 文庫の提供でお送りいたします。ガンガンオンライン3月の最新刊は、秘密を抱えた主人公たちによるこじらせ系青春ラブストーリー、2冊同時発売。新作ナナシのアステリズム 1&2、魔界の日常ゆるふわ4コマ、新作ベルゼブブ城のお気に召すまま1、魔女の心臓8も同時発売。初の公式ファンブック、バラカモン公式ファンブック、クルルシファー編完結、最弱無敗のバハムート5、その他の新刊はこちら。ガンガンコミックスオンラインは毎月22日発売。ガンガンオンライン。お送りしております、さくらと内田のガンガン GA チャンネル。さて、3月6日には舞浜アオフィシアターでガンガン GA フェス2016スプリングが開催されました。お越しくださった皆様、どうもありがとうございました。でも私たちは、総監督として映像出演しているはずです。そうなんですよ。総監督だからね、はずなんです。そうなんです。まあ、この収録はイベントの開催ということで、ちょっとイベントの感想やらまたまたこの次の担当の人とかが読むんじゃないかななんつって思ったり思わなかったり。いや、ちょっとね、まあ服見たらなんとなくあれみたいな、あれ、あれ見たことあんなみたいな。会場にお越しの皆さんはね、いるかもしれませんよね。そう、ちょっとタイムスリップしたような気分になっているかもですが、でもね、メールどしどしお寄せください。お願いします。お待ちしてます。そしてそのイベントの中で、このガンガン GA に関する大事な発表がされたかと思います。それは
4月以降の新パーソナリティの発表、新たになんと仲間がまた加わる。増えすぎちゃう。増えるね。まあ、ちょっとじゃあ一回おさらいしようしましょう。今ですらさ、誰がいるかちょっと微妙なとこ。そうなん、合わないからね、私たちは。さくらさんだ。あ、内田さんだ。この二人、古い潜在写真。古いですね。まだ15歳の。お互い5年以上前のやつじゃないですか。15歳とか20歳とかでしょ。ぐらいの時で。事務所入ってすぐのやつですね。そうですね。そしてあ、三日越しのガンガンジー。三日越しとシカゴさん。最近三日越し好きです。なえどうした？三日越しが好きで。三日越しが好きなの。そう、三日越しが可愛すぎて、いろいろ検索しちゃった。何してんの？何してんの？可愛いなと思って髪の毛また伸ばしたくなっちゃうぐらい可愛い。本当に同業者可愛い人多いね。可愛い。あとね、まえちゃんのね、あのなんでアーティストツイッターみたいなのもたまに見る。見る、なんかね、なんていうの、自撮り写真とか見たくなるのよ、たまに。女の子の、わかる。それですごい影響されてキューンってなって、キューンってなる、真似したくなる時があるんです。あ、そうなんだよ。ありますね、そういう可愛さを秘めている、秘めている可能性にあふれた。ミカコ、そう、ミカコ、ミカコ。もうミカコ呼びじゃん。どうしたの、距離急に恥ずかしい。ミカコシー、ミカコシー、私可愛いです。ミカコ可愛いよ、ミカコ可愛いよ。そして、はい、あー、みなせと山下のガンガンジーチャンネル、いいですね。伊之助は相変わらずこの角度、角度、いい角度です。シャフト作品みたいな角度、シャフドとしてますね。シャフド、いいですよ。シャフドです。さあ、はい、そしてですよ、ですよ、ここからが新しい。そうなんですよ。では新しいパーソナリティ皆さん紹介していきたいと思いますよ。今でも結構多いよ。うん、ではどうも、小倉優衣、日高里奈、いや、小倉と日高のガンガン GA チャンネル。2人はね、安定ですよね、仲良しなんだよね。仲のいい、あ、この間ね、日高里奈うちに遊びに来た。あら、まあ、じゃあ仲のいいメンバーが増えて、そう、増えて、私的にはホーム感が強くなりましたけど。そうだね。そしてそして、お、金の愛、あの金本久子、うえー、お姉さんチーム感。そうだね、うん、なんか小松と久保に匹敵するぐらいの。小松と久保はさ、夜、うん、バーに現れそうじゃん。あ、そうだね。茅野と金本ペアは、うん、昼下がりのカフェに現れそうじゃない。あ、わかる、うん、それわかる。おしゃれな空気をまた漂わせた2人じゃないですか。そうだね、大人な雰囲気になりそう。大人です。意外と私、ひーさんがポンコツだっていうことを知っているので。嘘、そうなの。そう、かーやさんもたまにちょっとポンコツっぷりが出るのですよ。あ、じゃあおとぼけコンビになる。かわいらしい感じになるんじゃないかと思います。いい、ね、では最後、うん、こちら、ん、あー、オチってやつじゃないこれ。あ、ちょっと、あー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 、なんかもう私たちのメンバーなんだね。ね。どう、いや、そう、すごい。だから逆ホーム感でちょっとアウェーだよ。逆に、うん、逆にホーム感が、うん、逆な感じで。あ、そうなんだ、逆にアウェーってこと。ガーってできないじゃん。そうだよね、確かにね。あ、お姉さんどうしたってなるじゃん。こっちからしたらさ、確かにね。そうだよ、そうだよね。なんと、マユタソから見てわーってやってるユーマタソはどうなの。割と普通だと思う。普通なんだ。割とそっち、私は弟といる時が一番テンション高いです、うん、あ、じゃあいいじゃん。テンション高い、テンション高いので見せたことないじゃん、そういうの人前で。そっか、確かに。だからちょっとあれですよ、ああ、不安ですけど。え、待って、次からさ、メッセージって誰から来ることになるんですか。ここからやったー。いや、そうじゃないかなって思ったんだよね、ちょっと今チーン思ったんだよ。そう、スワイプ間違えるからな、この人たち。なんかスワイプスワイプとかしてたよね。スワイプっつって、違うよって。多分また姉さんって言われた。あの姉さんのイントネーションどうにかなんないのね。そうそうそう、なんだね。でも私嫌いじゃないんだよね、あれ。姉さん、姉さん、なんだ、ちょっとムカつくんですよね。いや、まあ、まあ、でもまあ準レギュラーだった松岡さんを、そうだね、がレギュラーに昇格したということで、すごいね。そんなこんなで6組もあるってこと。6組じゃ、あ、年に2回しかないんじゃない。もうそうなるの。ホームには変わりないですかね。私、まえちゃんに会える感覚が減るのが嫌だ。そうなん、実はそんなにも会ってないんだよね。そうなんだよね、間がないんだよね。そうなのよ、溜まっちゃって喋ることが。そうなんだよ。まあでもね、4月からさらにパワーアップするガンガン J チャンネルを今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではここからは前回担当の水瀬いのりちゃんと山下ななみちゃんからメッセージ届いてるそうなので、ご覧ください。
あやねる、まやさん、こんにち、スワイプ、木梨のりです、山下美波です。ということで、今回私たちパーソナリティだったのですが、はい、ね、今回は人のこう温かさというテーマで絵を描かせていただいて、はい、これ私、たぶんあやねる泣いちゃうんじゃないかなと思うんだけども泣く方怒らないかな。もうね、できた妹だと言ってくれると思う。怖い、怖い、怖い。私ね、リュック一緒に買いに行ったでしょ。怖い、怖い、怖い。こっちがあやねるで、こっち私思い出すね、あの日を。いや嬉しいよ。あ、まやさんが嫉妬しちゃうっていうことなので、まやさんの絵も描こう。あ、そうだね、すぐ描こう。まやさんを描いちゃう。私ってことじゃない、ね、待っててね。これ私、あ、似てるんじゃないかな。それじゃあ、まやさんお待たせしました。ちゃんと描きましたよ、せーの。似てる。似てる。似てる。私たちの絵が何なの。こちらぜひね、スタッフさんを経由して、あの、ご自宅でも何でも、あの、はい、飾ってください。ね、さくらさんの方も漏れなく私もついてくるから、こういう感じで、ね、楽しい感じが出てるよ。はい、ということで、まあ、お絵描きしましたけど、はい、なんとパーソナリティが増えると、そう聞いてね、またより賑やかに、賑やかになりますよ、なりますよ。なので私たちもちょっとね、あの、負けないように頑張らなきゃいけないので、うん、ちょっとかつて言ってたこう水と山の自然感、うん、そうだね、言ってたね。ここからもう一回、そうだそうだ、もう一回 ね、水と山で自然ということで、うん、私は自然コンビで行きますので、増えてもぜひ私たちのことも可愛がってくださいね。よろしくお願いします。ということで、引き続き頑張ってください。頑張ってください。またね。怖いんだよな。もう一押ししてくる。すごい、お姉ちゃんたちが戸惑ってる。戸惑うよ、今戸惑っているよね。なんでまやちゃんさ、全体的に顔薄く描かれてるの、うん、ね、そんなに薄くないよ、濃いよ。すごいね。やっぱりイメージとしてこう感じなんだよね。黒目がちっていうことなのかな。なんかこう、なんでしょう、どう。まあ、髪長かった時だね。うん、なんて言ったらいいんだろう。そ、あとこれめっちゃ気になるんだけど、どっちがどっちなの。そのさ、だっこちゃん人形みたいになってる方は誰なの。これは私かな。え、カバン。ああ、私ね、水瀬祈りの誕生日に黒いリュックをプレゼントしたの、私とお揃いの。おーおーおー、そう、それか。彼女には真っ黒い物体に見えていたんだね。あとなんかさ、もう顎外れちゃってるしさ、ね、あの口がね、なんか人形みたいになっちゃってるもんね。いや、すごい嫌がらせみたい。ほんとだよ。あとさ、ちょっとななみんは袖あったじゃない。袖が長かったね。袖が長かったじゃない。そうだね。そうで、伊之助もちょっと五分ぐらいだったじゃない。そうで、さっきそれについての弁明のさ、袖の件について、袖の事情をドット MP4 っていう映像を見せてもらったんですけど、そう、私たちが守り抜いてきた袖ですよ。もうさ、もういいかなの一言で片付けやがって、あの妹たちは。よくない、よくない、よくないよ。どれだけ私たちが真冬に、そう夏のやつ引っ張り出してきてきてるとかね、袖をはばからずにね。そうですよ、頑張ってるんだから、ぜひ。 そうだよ、そこばっかりは私たちが元祖を守っていきたいみたいなとこあるじゃない、うんうん。おじいちゃんとかおばあちゃんの着物がさ、うん、無限に捨てられていくみたいな感じだね。あー、悲しい。うん、そうそうそう、それ、まあ、これ古いからさ、なんか捨てちゃおうよみたいな、孫とかがいいよって言って、しょうがない、新しいおべべを買いなさいっていう、あの、寂しさを感じている。あー、そういうの良くないと思う。良くないよ、継承していこう。そうだから、あれだよ、新しく増えた人たちにも言っておかないと。そう、誰か伝えといてください。伝えといてください。私もできる限りメールとか LINE とかしておくんで、仕事の連絡来るときに、はい、そう、半袖でっていうのをお伝えくださいませ。はい、私たちの名前使っていただいても構いませんので、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ではここからは番組をご覧の皆さんからメッセージ届いておりますので、ありがとうございます。紹介してまいりましょう。ではまずはスピードルさんからです、うん、ありがとうございます。あやねさん、まやさん、スワイプスワイプ。今年もすでに3ヶ月目に突入し、新年度が近づいてきましたね。ね、僕はこの時期ふと温泉に行きたくなります。有名な温泉もいいですが、うん、近場の銭湯にフラッと寄るだけでもリラックスができていいです、うん、お二人は少しリラックスしたいという時などにここが落ち着くという場所はありますか。私はいつも通りなんだけど、家なんだよね。うーん、どこよりも落ち着く家。家、もしくは整体。うーん、
整体で結構合ってる人の施術を受けると、うんうん、スッて寝ちゃうんだよね。そう、起きるの結構辛いんだけど、でもやっぱりそれぐらいリラックスできてるのかなって思う。そうだね、うん、そう、まめに行くの？割と行くようにはしてるから、2週間2回とか1週間2回とか。マメだね。頑張っている、うんうん、1ヶ月とか空いちゃうとやっぱ結構体バキバキになるから。そうだよね。そう、私はね、場所というよりかは、うん、動いてる方がリラックスできるみたい、どうやら。すごいね。外をもう予定全部もうスケジュール詰めに詰めて、うんうんうん、仕事の合間もいろんなとこ行くみたいな状態が割と良くて、で、あ、忙しい忙しいって言ってる方が楽みたい。そうなんだ、うん、あ、でもね、ちょっとわかる。なんかね、うん、休日とかでももう30分おきに予定を詰めて、うんうんうん、それ通り行動するのは結構好きね、うん、でもなんかさ、結局それについていけない体の疲労みたいなのはたまんない、うんうん、たまるね、たまる。そうなの、どうやって解消する？私は最近は、うん、お灸してます。お灸？うん、お灸を買ってきて、うん、煙の出ないお灸っていうのがあるの。ああ、うんうん、それをこう足とかに置いて、うんうん、こうやってずっとピューってやってると、なんかちょっとこう温まってリラックスするかな、うん、昔さ、お灸さ、うん、母がハマってた時があって、その時にさ、結構本格的なやつ、うんうん、もぐさ、もぐさを直接置いて、うん、みたいなのをやられた時に、うん、ピクって動いたら火がポトって落ちてギャーってなったのがトラウマで。そうそうそう、なかなかできないんだけど、あ、最近のはもうちょっと安全なのかな。そうだね、でも確かにそこはそっと落ちるからね、うん、そうだよね、危ないんだよね、剥がす時になんか落ちてとかして、うん、そうだよね、うん、なんかさ、筒状になってね、じゃあ、うんうん、それをさ、棒でスッて押すのが好き。で、ちょっとギュッギュッギュッて。そんな本格的なやつやってたの？あ、やってた。小学生の時とかにやられてた。あ、怖ー。小学生お灸いらないよね、多分ね。いらないよ、本来は。もうね。へぇ。そう、やってましたよ。いいですね。はい、次。はい。富士山登山中の富士さんです。ありがとうございます。今も登山してんの？ねえ、登ってる最中。そんなバカな。大丈夫かな。帰ってきてるよね。さすがにね。あやねる、まややん、こんにちは、スワイプ。こんにちは、スワイプ。いつも楽しく番組を見させていただいてます。ありがとうございます。さて、うん、先日まややんが髪の毛を切り、髪型をボブにしましたが、ええ、とても似合ってます。ありがとうございます。そこでお二人に質問なのですが、お二人は髪型のこだわりとかありますか？よかったら教えてください。こだわり？そうだよね、切ったよね。切ったのよ。なんかね、切った瞬間に水瀬祈りから、うん、まやさんが髪切ったんだろうって見せられて、写メを早い。そうそうそう、だから会ってなかったんだけど知ってたんだよね。本当に。そうで、あと見てたし、ツイッターとかも。あ、そう、切ったんど、き、急な。そう、これも本当にずっと切りたいって多分この番組でも言ってて、言ってた。で、なんか今年入る時に、うん、ちょっとこのタイミングしかないんじゃないかと思って思い切って切ったの。おお、うんうん。だからもう本当突然の切りだった。突然の切りだった。突然の切りだった美容院を予約して行くってなるまでは、うん、なんかそんなに切る予定でもなかったんだけど、うんうんうん、思い立っても吉日的な感じで切ってきた、切ってくださいって言って、そう、ボブにしちゃいますって。いいね。このぐらい切ったから、すごい切った、うん、だって長かったもんね。ここ今私より短いんじゃない？そうかもしれない、うん、私もまとめちゃってるけど、うんうんうん、え、かわいい。ありがとう。いいよ、ボブ。ほんと？あれちゃん伸ばしたら？じゃあ逆にじゃあ今までと真逆になるのかな。逆になっているという。そう、でもなんかさ、今ちょうど肩につく長さだからさ、跳ねるんだよね。いつも跳ねるのが嫌でビーって切っちゃうんだけど、うんうんうん、そう、多分ね、もう辛抱たまらんくなったら切っちゃうと思う。そうね。そんなこんなですよ。でも髪型ってこだわりある？こだわりないないの？ないし、美容院も決まったとこ行ってない。あ、未だにそうなんだ。うん、ずっとそう。だからもう飛び込みで入れる仕事終わりのアクセスがいいところに適当に行っちゃう。へえ、うん、決まったとこ行く？美容院はね、最近決まったとこに行ってて。おー、いいね。私髪の毛の切ることよりかは、うん、まとめ方とかに割とこだわりが。まとめ方？そう、なんか頭がこうピッてなるのが好きなんですよ。ピッ、ちっちゃくこうなるの。なるほどね。あんまりモコモコってならない。モコモコだから編み込みとかあんましてるの見たことないと思われる。私が確かにそうかも。ちょっとねじってることはあるかも。あ、でも今日でも割と
うん、激しい方。そうだね、ファってなってるね。そうぐらい、あんまりスッてしてるのが好きだから、うん、確かに。そうなんです、ここはこうなってることがないので珍しいかなって、うん、いいね、思います。なんか逆に私ハチがないって言われるのね。うん、ここがない、ここに、ぼ、なんだろう、頭大きさ的にペタンってしてるの、うん、し、あの割と逆にね、ちょっとも上はボリューム出さないと、なんかペタンって変に頭が小さくなっちゃう。あ、そうなんだ。ある。逆なんだね。逆だね。でもなんかこう黒い髪っていうのがさ、ちょっとコンプレックスになってきて、22になったんだよ。そこでさ、そうだよね、おめでとう。ありがとう、うん、そこでやっぱりちょっと染めたい欲が。あ、いいじゃん。ずっとある、もうね、17ぐらいの時からずっと言ってるんだけど、うん、5年前ぐらいから、うん、長い、長いんだよ、うん、思いはずっと長いんだけど、うん、いいんじゃない。でも直髪も染めてみたいの。そうだって人生の中でね、いろんなパターンがあるから。でもなんかね、すごいね、周りの人に聞くと五分五分なの。あ、ね、絶対黒髪の方がいいよっていう人もいれば、うん、染めてみてもいいんじゃないっていう人もいるから、うん、黒髪の方がいいよの人の圧がすごくて、黒髪派ってちょっと強めじゃない？強いよね、うん、私も染める時に結構言われてて、うん、そうなんだ。だけどもう押し通した。強いね。だってさ、やったことなかったら似合うか分かんないんじゃない？まあね、そうなんだけどね。そうそう、私あんまり自分に興味がないからさ、人の言うことの方が信じちゃうんだよね、うん、なんか自分の意思よりも。あ、じゃあ黒のままでいっかみたいな。そうか。あ、じゃあいつかあれちゃんが茶髪な感じになる時が来るかもしれないね。驚かないでね。じゃあお次、はい、あやかん36さんからです。ありがとうございます。エメルマレタス、スワイプ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 。春、それは別れと出会いの季節。ああ、これまで共に学んだ友と別れが辛い人も多いでしょうが、また新たな道で新たな出会いが訪れるはずです。お二人は声優という道に進んで約 6,7 年経ちましたが、当時を思い出して環境が変わるその時期に期待や不安などどんな感情を抱いていましたか？何にも思ってなかった。あ、本当？養成所の先生にね、うん、大器晩成型だから、うん、大学卒業するまでは仕事できないと思っといた方がいいよって言われてたの、うん、だからすごい余裕ぶっこいてのんびりしてたの、うん、もう高1でデビューしちゃったから、うん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 、すごくこうなんか流されるがままに来ちゃった感じ。うん、あ、そうだったんだ、うん、デビュー年一緒だもんね。そうだね、一緒だと思う。所属時期はちょっと違うけど、うん、始めた時は何をする、うん、通していくのか分かんなかったし、最初の頃って何やるにも不安で、うんうん、こういう映像ものもどうしたらいいか分かんなくて、うんうん、楽しくできないとかなしたけど、うんうん、やっと慣れてきたかな。おーおーおー、うん、どれぐらいかかった？無理しなくていいんだって気づいたのは最近、うん、あ、本当に 1年ぐらいかな。あ、結構最近だね、うん、そっかそっか。そう、自分らしくいていいんだなっていうのは最近だね、うんうん、そうなんだね、うん、意外だった。本当？うん、最初からなんかこの世界に向いてる人だと思っていた。全然全然緊張しまくりだよ。そうだったの、うん、意外。緊張しない？するする、ずっとしてる、うん、あんまり緊張しないことない。するよ。なんかしてないように見えるって言われてもしてるよ。するよするよ。しているよね。そうだよ、それはしてるんですよ。そういうもんなんですよ。緊張なうしてます。そんなだよね。そうだよね、うん、だからもう緊張はするものだと思って皆さんもね、一生そうするんでね、過ごしてみてください。はい、たくさんのメッセージありがとうございました、うん、番組では引き続き皆さんからのお便りを募集しています。どしどしお寄せください。お待ちしてます。絶賛発売中のヤングガンガンコミックスは、性別ちぐはぐシェアハウスロブコメ第2巻、ゆうべはお楽しみでしたね、2、結婚から始まる奇想天外ラブコメディ第4巻ラララ4、ロマンチックハードアクション堂々完結、死が2人を分かつまで26、食うか食われるか強者を求める狩人たちの宴キャタピラー7、ヤングガンガンコミックス最新巻は絶賛発売中。ヤングガンガン、レッツコミカライズカレンダ ー。さてここからはさまざまなコミカライズ作品も楽しめるガンガン GA にちなんで、私たちがその月に関連したいろんなお題で一コマ漫画を披露しちゃいます。おっ、お絵かきコーナー、えい、
じゃあ早速今月のお題発表します、はい、今月のお題こちら。最近した女の子らしいことといえばです。女の子らしいことか。やっぱりひな祭りの月ですからね。そうだね。そう、女の子らしいことをお絵描きします。ほーい、よし、じゃあお絵描きスタート。うーん、女の子らしいこと、なんだろうな。よし、描けた。ほい、私も描きました。いいですね。じゃあ同時に出しますか。はい、いきますよ。せーの、どんどん。私ね、うん、LINE の画面を描いたんですよ。うんうんうん。でこれお見覚えがあるぞ。そう最近スタンプ買うのハマってるの。あ、そうなんだ。昔さ、前ちゃん言ってなかったっけ、うん、スタンプ。あ、うわ、言ってた言ってた。なんかスタンプ買う熱が来てるみたいな、うん、めっちゃ買ってた。そう、それが私も最近来て、クリエイターズスタンプをたくさん買っちゃったんです。確かに、なんか可愛いスタンプ来てた。 OK のやつ。あ、そうそう、可愛いのいっぱいあるよね。そう、可愛いの今いっぱいあるので、そういう感じでございます。ちょっと女子っぽいなと思いながら買ってました。いや、女子っぽいですよ。前ちゃん、それはこれね、そうです、ポムポムプリンなんですけど、うん、わかる。ポムポムプリンってさ、なんかさ、こういう、え、なにそれ、なにそれ、なにそれ、まんじゅう。あ、帽子かぶってた。こういうじゃなかったっけ。そうだそうだ、なんかおしゃれさせないとダメなんだね。そうだね、帽子かぶってたね。帽子が足りなかった、うん、あ、こんな感じです。あ、すごいすごい。え、プリンハマってるの。ポムポムプリンのね、アプリがあるんですよ、ゲーム。あ、そうなんだ。そう、それが可愛くて急にサンリオにハマってるね。あ、いいね。そう、いや、サンリオはね、やっぱ可愛いんですよ。可愛い。私ちょっと今サンリオ男子にハマってるんだよ、ね、サンリオ男子。かっこいい、よかったり可愛かったりする男の子がいるんだけど、それぞれ推しキャラっていうのを持ってて、この子はマイメロが好きとか、それをずっと大事にしてるとかっていう設定があるの。そう、設定の男子、男子がいるの。何それ、にハマるって何それ。またえ、男子たちにハマってるの。なんだじゃん後で見せてあげる。可愛いんだから。イラストが投稿されるんだけど、ツイッターに。それが自撮り風なの。まあ、自撮りしてるんだけど本人たちが自撮りなの。可愛いんだ。あとで気になる。見してはい、というわけでそんな3月ですが、うん、ガンガン GA も楽しみなコンテンツが盛りだくさんです。まずは落第騎士のキャバルリー、うん、連載中コミックは山小屋で過ごす一輝とステラ。早くも将来の結婚を想定して両親にどう挨拶しに行くか話し合う2人ですが、テレビアニメでは惜しくもカットされた2人のラブラブなコントをお楽しみください。そしてブルーレイパッケージの第4巻が3月23日に発売となります、うん、原作者美空陸先生書き下ろしシナリオ、ダミーヘッドマイク収録の CD ドラマ、シスターなどご覧の特典となります。お次は最弱無敗のバハムート。3月24日更新の第22話ではルクスを学園から追い出そうとする策略から、深夜ルクスが全裸のセリスと同じ部屋になってしまうハプニングが発生。ルクスがその場をどう切り抜けるのか、そしてセリス先輩との関係は、こちらも目が離せない展開が続きます。3月11日金曜日には最新単行本5巻が発売。第5巻は原作小説第2巻までのクルルシファー編を収録。話題になったルクスとクルルシファーのキスシーンをぜひ単行本を買って堪能してくださいね。原作第9巻も3月15日に発売となります。テレビアニメはさらに新キャラヨルカも登場し、物語は佳境へ。ブルーレイ &DVD 第1巻は3月23日に発売となります。最後に300万ダウンロードの大人気スマホゲームの公式コミカライズとノベライズ、スクールガールストライカーズコミックチャンネル第3巻とスクールガールストライカーズノベルチャンネルフェスタが3月22日火曜日に同時発売となります。コミックチャンネル第3巻はアニメイト、ゲーマーズ、虎の穴、メロンブックス、ワンダーグーの各地専門店で購入するとバイス・シュバルツ、アルバイト、イツミ&ササ、PR カードが購入特典としてついてきます。さらにノベルチャンネルフェスタを同時購入すると、桃山ひなせ先生書き下ろし B6 サイズのイオ&マナの湯上がり浴衣イラストももらえちゃいます。そしてまたノベルチャンネルフェスタにはバイス・シュバルツ伝説の和菓子ユイ PR カードが付録としてついてきます。バイス・シュバルツの PR カードはどちらも本編の内容に合わせた桃山ひなせ先生書き下ろしのここだけでしか手に払えないカードです。バイス・シュバルツトライアルデッキスクールガールストライカーズ、バイス・シュバルツブースターパックスクールガールストライカーズは発売中です。ぜひチェックしてみてください。というわけで以上レッツコミカライズカレンダーでした。
GA 文庫3月の最新刊は、オンラインとリアルが交差するデスゲーム、新作ウォーエルフオンライン、テレビアニメ放送中、最弱無敗のバハムート9、スクールガールストライカーズノベルチャンネルフェスタ、中古でも恋がしたい5、他盛りだくさん。 GA 文庫は毎月15日頃発売。 GA 文庫。ガンガン GA チャンネルピックアップコンテンツ。さあ、ここからはガンガン GA チャンネルがおすすめする情報を取り上げ、皆様にご紹介してまいります。今回ご紹介する情報はこちらです。田中くんはいつもけだるげー。というわけで、今回はガンガンオンラインにて絶賛連載中のテレビアニメ田中くんはいつもけだるげの最新情報をご紹介いたします。田中くんはいつもけだるげは、宇田のぞみ先生作、ため息、肩肘、眠そうな目、基本頑張らないけど憎めない田中くん、うん、そんな田中くんと彼を放っておけない大きくて無口な太田くんが送る、ゆるゆるまったりにぶにぶなインセンシティブ青春コメディです、うん、テレビアニメ放送目前ということで、ついにキャスト情報が発表されました。田中くん、小野賢章さん、太田くん、細谷義正さん、そして宮野、高森夏美さん、白石小岩井小鳥さん、越前諏訪彩香さん、リノ結城葵さん、さや遠山奈緒さん、志村沖津和幸さん、加藤井口雄一さんとなっております。はい、テレビアニメは2016年4月より東京 MX、MBS 他にて放送開始です。シネリーブル池袋にて4月より毎週先行上映も決定、会場限定の来場者特典も予定しています。現在アニメ公式サイトではテレビアニメのメイン PV も公開中です。その他の最新情報と合わせてテレビアニメ公式ホームページをチェックしてみてください。というわけで、田中くんはいつもけだるげのアニメ最新情報をご紹介してまいりましたが、今回はこの作品にちなんでこんなコーナーをやってみたいと思います。題して、さくらと内田のけだるげおつまみトーク。というわけで、今回は田中くんの情報をつまんでお届けしたことにちなみ、けだるげおつまみトークと題して、この二人に聞いてみたいというすごい軽い質問が届いているので、すごい軽い質問、いっぱいまったりとつまんでおしゃべりしてみたいと思います。いちご大好き、旬だね、食べたい、まず食べたい、食べたいよ。ちなみにいいんですか、あの飲んだり食べたりしながらけだるくまったり、あ、いいですね、もし変な方に脱線しても編集でつまんでくれるので、その辺も気にせずまったりおしゃべりしていきましょう。いいんですか、言っちゃダメなこと言っても切ってもらえるんだって。あ、そういうこと、けだるくていいんだもんね、うん、そう、食べるじゃん、食べよう、えい、この美味しそうなのもらっちゃおう。あ、でもね、なんかこれ一番すごくない、ちょっとこれ半分こしようよ。ほんと、そんなに半分こしようぜ。おいしい、うわいや、もうこれはしょうがない、あ、これ食べちゃうな、これは食べてもしょうがない、うんうん、おいしい、いく、うん。じゃあこの辺にしてみる、してみよう、けだるく引こう、うん。お家のカレーってどんなカレー？質問がゆるい、ゆる甘口、あ、うちも甘口、甘口だし牛乳も入れる、おお甘いね。肉は？ひき肉、ひき肉、うん、か牛肉のペラペラのやつ、いいですね、うん、まあ、ペラペラだよね、ペラペラ、辛いとさ、うん、すごくショックな感じになる、うん、なる、家のカレーで辛いとなんか辛いね、うんうん、そうだから、うん、甘いです。でもうちの人全員甘口が好きだから。ほんと？辛いのはね、うん、インドカレーとか食べた時にこう、うん、やっぱさ、外のカレーよりうちのカレーの方がいいよね。そう、美味しいんですよ、どうぞ。おいしい。お風呂何度が好き？何度？42度って書いてある。ゆる。でも40度。
ああ、うん、ぬる派、うん、ぬる派。私何度だろう、でも41度ぐらいあすごいどっこいどっこいだね。そうだね、うん、42度暑いよね。42度はねちょっと暑い、うん、39度だとちょっとぬるいよね、うん、でその間ぐらいがちょうどいいよね。そうだね。すっごいイチゴ甘いよ。うん、おいしいよ。焼き鳥ってタレ派、うん、塩派うーん、今外からどうでもいいってこと。日による、日によるね、日によるし、うん、なんだ、ネタによる。そうだね、うん、でも子供時代だからタレ好きね。あー、タレ美味しいよね。タレ美味しい。なんか家の近くにあるご飯屋さんの白レバーがすごい好きでね、うん、それはタレとかでプラス七味をちょっとつけて食べるのがすごい好きなの。最近七味の味の美味しさを覚えた。七味美味しいね。最近さ、うん、嫌いなものをあえて口にするのね。ほう、うん、っていうのが流行ってて、うんうんうん、だから今まで大嫌いだった炭酸とかをわざわざ買ってきて飲んだりとか、飲めないんだけど、うん、頑張って飲むの。へえ。そう、なんか自らちょっと痛めつけるみたいな。なんでなんでの辛いことするの。辛いものをわざわざ食べるとか。うん、それはなんだろう、大人の感じ、なんか自分の好きなものばっかり食べてるのに飽きちゃったんだよね。あ、好きなものめちゃめちゃ食べたりするもんね。うん、そうなの。ずっと同じものをずっと食べちゃう。食べる人だもんね。そう。なんだ。あ、でもそれは良いね。良いね。じゃあ次はこれ。あ、長め。あ、ヨーグルト食べるとき、うん、蓋取るとそこにちょっとヨーグルトついてるとことあるじゃないですか、うん、あれペロッとしちゃう読み方が可愛いっていう質問。読み方ですごい救われてるしないしないっす。ペロッとはしない、こそぎ取る。あ、すってこうスプーンですってして、うん、ペロッ、あ、ペロッとしてるわ。してるね。してた。ペロ、ペロ派だった。ペロだった。なんか、あの、一回、ってやる。え、何？ヨーグルトを。え？ヨーグルトの蓋についたままのネット。ってやって、落として。なるほどね。で、ちょっとこう、さ、あの、平坦なヨーグルトになったと思ったら開けると。なるほどね。ちょっといつもよりいい気がする。あ、それいい。でも私、そんなこと言ったら、うん、蓋についちゃうやつよりは、うんうん、そのままの形でいてくれる強さのヨーグルト好き。あ、私もそう、うん、が好き。美味しいよね。美味しい、あれ美味しい。あ、ちょっとさ、プリンとヨーグルトの中間みたいなヨーグルトたまにあるじゃん、うん、ある。なんかちょっと硬くて本当にデザート系の。そう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 、あれが好き。美味しいね、うん、ああいうのいいね。いいです。もうちょっと引く、もうちょっと引くはいはいはい。あー、陥没しちゃった。あ、はいはい、じゃあもう一個。はい。靴下、左と右、どっちから履くわけ？ちょっとキレられてる。なんでちょっとキレてんの？なんでキレてんの？今、松本っていう声が聞こえてきたね、今ね。だって、こないだ左足だけ履いてた。え、まあ、靴下が1個行方不明だったの。どうかそのまま外出たの？出てないよ、家の中で。あ、家の中でホット靴下をしてるからさ。あ、そうかそうか。だからあれ、さっきどこで脱いだんだろう、いいかと思って、うん、靴下左だけ履いてたから、多分左から履いてます。あ、そうだね、確かに、うん、え、どっちかな。わかった。うん、靴下は右からで、タイツ左から。うん、おー、かも。なんだろうね、気のせいかな。え、でもねある、絶対同じ方だと思うんだよね、いつも。本当？そんな気がする。そうかな、なんか右足をよく見てる気がするんだけど。あー、確かに右からなのかな。右から。ズボンどっちだろう。どうでもいい。どうでもいい。オッケーだった。オッケーだった。あ、そうなんですね。はい、以上です。はい、というわけでお送りしてきましたけど、まあ、緩かったね、うん、え、田中くんはいつもけだるげて、そういう話じゃないよね。でもそういう話だよ。そういう話。割とそういう話。そうなの。私、今の私たちみたいにだるんってしてるのを、うん、細谷さんが、うん、細谷さんがこうスッて回収してくれる。あ、そういう感じなんだ。今こう回収係がいなかったから。そう、回収係いなかったからこうなっちゃったけど、細谷さんがいれば大丈夫。アニメは大
大丈夫ってことだね。大丈夫ってことです、はい、そういうことです、そういうことです、はい、ではでは最後にもう一つガンガン GA チャンネルがおすすめするアニメの最新情報です、うんうん、この番組でもおなじみシリーズ累計400万部突破のダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか、うん、先日の単独イベントで発表しましたが OVA 化が決定しました。おめでとう。さらにさらにガンガン GA フェスにて発表されましたが、うん、アイズ・バレンシュタインが主役のもう一つの物語、うん、ダンマチ外伝ソード・オラトリアのアニメ化が決定です。おめでとう。おめでたいことたくさん。いや OVA に続きまた外伝もなんてすごいね、すごい広がる。いや紐は紐はまだまだ伸びる、すごい続きますよ。伸びますな、うん、伸び伸び楽しみにしててください、はい、GA 文庫ソードオラトリアは第5巻まで発売中です。コミックはガンガンジョーカーガンガン GA にて連載中となっております。というわけでガンガン GA チャンネルピックアップコンテンツのコーナーでした。仕事一筆入刊、はい、というわけでここからは声のお仕事に関する皆様からの質問に私たちが魂を込めて回答するコーナーをお届けします。うん、まずじゃあ私からやっていきたいと思います。はい、じゃあ私への質問、はい、こちら。作品の第1話のアフレコってどんな気持ちで挑んでますか？あーですね。なるほどね。おー、じゃあちょっと魂を込めて書いていきたいと思います。お願いします。では心を込めて回答している間にお知らせに参りましょう、うん、まずはガンガンオンラインの情報から、うん、今月のガンガンオンラインはテレビアニメ化作品が2作品発表。一つ目は不機嫌なもののけ庵。アニメの最新情報はこちらのテレビアニメ公式ホームページをチェックしてください。二つ目は半田くん。バラカモンに続き吉野さつき先生の大人気タイトルのアニメ化です。こちらの詳細は随時ガンガンオンラインのホームページ上で告知していきますね。また今月は月曜更新枠で新連載が2作品登場。一つ目は3月7日よりフレッシュガンガン2015サマーで見事読者投票第1位となった鳥の霧先生の大谷さんちの天使様がスタート。寂れた商店街を舞台にこわもて青年とリアル天使少年の間で巻き起こるちょっと不思議な日常コメディーです。2つ目は同じくフレッシュガンガン2015サマーで読者投票第3位となった星見 SK 先生による知りたくなかったななみさんはが3月21日より短期集中連載をします。こちらは容姿端麗&成績優秀な女子高生ななみさんが担任教師のストーカーになるストーキングライフコメディです。3月のガンガンオンラインの単行本は期待の新作ナナシのアステリズムが登場です。クズの本会の横槍綿吾先生から恋は叶わない時一番美しい、重ねた秘密の分だけ好きになると大推薦を受けた秘密を抱えた主人公たちによる少し切なくてピュアなこじらせ系青春ハートフルラブストーリー、1&2巻同時発売です。続いては魔女の心臓の的場先生による新作ベルゼブブ城のお気に召すまま第1巻が登場。数十万の悪魔の軍勢を滑るパンデモニウムの主ベルゼブブに仕えることになったミュリンですが、憧れの閣下は中身がとってもゆるゆるでふわふわ。こちらはクセモノ揃いの魔界で起こる日常コメディとなります。さらにバラカモン連載100回を記念して初めての公式ファンブックが登場です。書き下ろしカラーイラストでお届けするキャラクター人気投票の結果発表、ファンの皆様から寄せられた質問に吉野先生が答える Q&A コーナー、完全書き下ろし漫画12ページに吉野さつき先生ロングインタビュー12ページを掲載するほか、入手困難だったオール書き下ろしによる
週めくりカレンダー2年分のイラスト130点以上を完全収録。100人のキャラと過ごす365日のバラカモン、ファン必見の豪華本です。他にもこちらの作品が発売となります。というわけで、そろそろ書けたでしょうか。書けました。では回答お願いします。はい、どどん、持参。持参とは、そうなんです、いろんなものを持参していきますっていうことなんですけど、ほう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 、第1話のアフレコって、うん、やっぱりまだこう作品のアフレコの雰囲気が固まっていないので、うん、オリジナルアニメだったら、うん、いろんなキャラクターのパターンをとりあえず用意して持参していって、うんうんうん、こんなのどうですかってディスカッションできるようにしておくとか、うんうん、原作があるこう作品だったら、うん、原作本を持参したりとか、で原作本を持参した上でこういうパターンとこういうパターンと持ってきましたけど、お芝居のパターンどれがいいですかってこうみんなと話し合ったりとか、あと、まあ、たまに現場の雰囲気をちょっとでも良くするために差し入れを持参していったりとか、そういういろんなものを持参するなっていうのがアニメの第1話のアフレコには私はありがちな気がするので、なるほどね、書かせていただきました。あ、うん、あと緊張で意外とペンを忘れたりするんだね。あ、そうそうそ う, そう、慣れない現場だと割とやりがちだから、だからで慣れない現場だと貸してくれる人もさ、うん、なかなかいなかったりするから大事だなと思っています。はい、はい、では続いては私が質問を、うん、こちらになります。おい、演技の幅を広げるために何か努力されていることはありますか。おお、難しいね。難しいね。演技の幅か。おお、では魂を込めて回答していきます。はい、お願いします。ではその間に続いてはヤングガンガンの情報をお伝えしましょう。ヤングインフォメーション、3月のトピックスは2つ。1つ目は春の新連載スタート、3月4日発売、ナンバー06の絵付けハートフルコメディ、ヤクモさんは絵付けがしたいを皮切りに春の新連載がスタート。青春スポーツものやロボットファンタジーものなどが連載開始予定。詳細はヤングガンガン本誌および公式ホームページで随時発表します。春の新連載構成にご期待くださいませ。2つ目はソードオラトリアアニメ化決定記念、ランマチ2号連続センターカラー。本編の OVA 化に続き、ガンガン GA フェスにて発表された断末外伝ソードオラトリアのアニメ化、そのビッグニュースを祝してナンバー06とナンバー07で断末本編コミックを2号連続でカラー掲載します。読者還元の特別プレゼント企画も実施しますよ。さらに3月25日には本編コミック6巻と外伝コミック5巻が同時発売です。怒涛の断末月間をお楽しみください。以上、3月のヤンガインフォメーションでした。続きまして、毎月25日発売のヤングガンガンコミックス情報。絶賛発売中の最新刊は金田一連十郎作品同時リリース、夕べはお楽しみでしたね第2巻、そしてラララ第4巻、そして強者を求める狩人たちの宴キャタピラー第7巻。続きまして、10年超の巨大連載感動の最終巻、死が二人を分かつまで第26巻、その他にもバッカーの第1巻も絶賛発売中です。以上、ヤンガン最新単行本情報でした。というわけで、なにぃ、書いている書いている、いいぞ、書くがいいぞ。できてました。次は、デレ、人を見る。おお、これね、うんうん、大切ですよね。確かにだよね。うん、なんかまあ、普段割とこう向き合ってキャラに向き合ってると、うん、人物というものを見る機会がなくなって、うんうんうん、あとドラマとか見てても自分も入り込んじゃってさ、うんうんうん、キャラの気持ちで見てたりするんだけど、そうじゃなくて内田真彩目線で人を見て、うん、その人からいろんなものをこう、あ、なるほど、そうやってやるんだとか、あと怒ってる人とかから何かエネルギーってすごくない、うんうん、だからそれを感じてフィードバックさせるみたいなのをしてますね、うん、そうすることで、うん、次の現場に行った時に同じ失敗を繰り返さないとかができるような気がします。すごい大人だね、はい、そうかな、大人な感じですよ。人を見る、うん、
大事ですね、とても、はい、私たちが演じるのも人だしね。そうなんだよね、うん、さあ心を込めて書いたこの色紙たち、うん、大切にとっておきましょう。では最後は GA 文庫情報をお届けします、うん、オンラインとリアルが交差するデスゲーム、ウォーエルフオンライン。最弱無敗のバハムート9、中古でも恋がしたい5、スクールガールストライカーズノベルチャンネルフェスタ、農林12などご覧の作品となります。さあそして GA 文庫10周年プロジェクト第8弾始動。 GA 文庫10周年という節目を迎える2016年、新しいエンターテインメント作品を送り出すべく、新レーベル GA ノベルを4月15日に創刊します。GA 文庫というライトノベル作品の制作編集で培ったノウハウを生かしつつも、既成概念にとらわれない上質で画期的な新しい文芸作品作りに邁進。発売第1弾作品は4作品、魔女のたびたび、感染少女、役職ディストピアリ、異世界モンスターブリーダーとなります。 GA 文庫ともども GA ノベルの方もぜひよろしくお願いいたします。最後に GA 文庫アニメ情報です。4月よりテレビアニメハンドレッドの放送が開始されます。放送はご覧の放送局を予定、もちろん配信もありますよ。原作と一緒にぜひぜひチェックしてくださいね。というわけで以上、ガンガン GA インフォメーションでした。さくらと内田のガンガン GA チャンネル。さくらと内田のガンガン GA チャンネル、なんとあっという間にエンディングでございます。早いね、早いね、うん、次会えるの半年後ぬ、これぬちょっとわかんないです、ちょっとわかんないです。でもね、次回4月はない、なんとチャンユイ&チャンリナの妹コンビが初めて担当予定ということで。そうだね、そう、フレッシュですよ。フレッシュ、どうなるんだろう。フレッシュ楽しみ。多分、ナナミ&イノスケよりもフレッシュだと思う。そうだよね、今いる2人は、うん、なんとなくこう都会的な空気を感じる。そうだね、チャンユイチャンリナコンビはどっちかっていうと背伸びせずにありのままの自分でいる感じだね。あー、わかる、うん、そうだね、そういう感じはするね。そういう感じするかもしれません。します、します。楽しみだね。楽しみです。私たちもまたきっとコメントを寄せるんでしょ。ちゃんとアドバイスしてあげないと。そうか、うん、うですよ。楽しみです。はい、というわけで、さくらと内田のガンガン GA チャンネル、番組のお相手はさくらあやねと内田まやでした。次回も楽しいページめくりになりますように。せーの、スワイプスワイプ。内田のガンガン GA チャンネル。この番組はガンガン GA とガンガンオンライン、ヤングガンガン、GA 文庫の提供でお送りいたしました。